皆さんこんにちは、無理やりです。はい、ちょっと実家から帰ってきたので、今めっちゃなんかすごいブワーってなってて、こうちゃんの荷物は届くわ。ちょっとね、バラバラでごめんなさい。バラバラで、私今すごい座高低くして撮ってるんですけど、なんか上にね行かないんだ。上にごめんなさい。で、私の荷物も届いていたので紹介したいと思います。はい、韓国の通販でスタイルコリアンっていうサイトがあるんですけど、私結構外国のサイトから輸入して買ったりとかするのがすごく昔から好きで、あらっきりお証言なんですけど、すごくいいって言ってました。こういう遊びもよくしてたな。まず1個目がなんかサンプルが入ってんの。スキンフードだなんかブラックシュガーパーフェクトクレンジングクリームって書いてありますね。これがサンプル1個入ってる。またパッキンがあって、パッキンめっちゃパッキン。この時点でパッキン7枚だよ。もうこんな分厚いんだよ。ほら、この時点でこんなパッキンがある。あ、やっと商品見えてきた。はい、こちら15パッキン目、じゃん。はい、こちらですね、眉毛をセルフドローイングっていうやつなんですけど、私眉毛ティントをねしてるんですよ。この眉毛の形って難しいなと思って、こういうのあったらさ、こうやってやってここにベターって塗ればなんかいい形になるのではって思って買ったんですけど、わかんないけどね、ちょっとやってみようかなと思って買ってみた一品です。3コンセプトアイっていうやつの、この間違ってたらごめんなさい、多分3コンセプトアイだと思う、のミルククリームですね。スキンケアのクリーム、ティントですね。ティント、はい、このティントの紹介はまたしようかな。ティントです。これ何、なんだこれ、なんだろう、あ、W ラボのビューティーボックスが入ってます。おお、すごいいっぱい、あ、パッキン入ってる。何パッキン目、すごくない？ちゃんとこの中にもパッキン入ってる。なんかいっぱい入ってるんですけど、で、今んとこ来た商品がこれと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 、あ、これがだからサンプルとこれ頼んです。こんな感じです、今のところ。ヘイミッシュのブローペンシルですね。私ブロー今はティントしちゃってるけれども、ここのティントのさ、ズレっていうか取れてきた部分とかをこうやろうかなと思ってブローペンシル頼みました。これで多分500円ぐらいかな、安い。よいしょ。それでですね、はい、あ、これはね、めっちゃおすすめ。3コンセプトアイのあのティントです。タトゥーリップティント、これめっちゃおすすめ。これめっちゃ可愛いでしょ。このティントのちゃんとした紹介はまたしますね。ちょっとね、今ライトつけてないので暗いかもしれない。てか暗い。じゃーん、こちら、これもティントなんですけれども、私がよく使っているティントでございます。はい、ででーん、ベリサムです。これはこの、私ベリサムがこの色しか使ったことがなくて、この色も持ってるんですけど、誰にあげたのかな、多分マムかなんかに誰かにあげて、でこっちもマムかなんかにあげて、この種類買ったんですよ。グランマさんがね、これを買ったんですよ、どっちか。なんで結局盛り上げ使ったのがこのピュアピンクしか使ってなくて、なのでちょっと全種類頼んでみました。そして最後に、これはなんじゃろなって思うでしょう。絵の具なんですよ。絵の具なんですけど絵の具じゃないっていう、これはちょっと特殊メイクに使えるかなと思ったので面白いなと思って、はい、頼んでみました。ちゃんと筆もついてるんだ。絵の具でパックができちゃうっていうのを
あの YouTube で見て欲しいなと思って探してたらここにあったので買いました。カラーリングパーン、カラーリングペイントパックっていうやつですね。どこのやつなんだっけ。ビーン&ソープです。今回の購入品はこんな感じです。これと1,2の感じでパッキン超いっぱい入ってました。10個10点購入しました。で1個サンプルがついてきてました。はい、ということでこんな感じでいっぱいパッキンに包まれてこんないっぱい商品が届きましたので、まあこれ全部は紹介できるかわからないですけど、ちょっとそうですね、一個一個できたらなと思います。今回のこの購入品紹介はこんな感じです。ちゃんとちょっと紹介できればよかったんですけども、これからね、あの出かけなきゃいけないので、お腹鳴ったな今、はい、出かけなきゃいけないのでまた次回紹介したいと思います。ということで森ありでした。ちょっと荷物の多い中ごめんなさい。またね、バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はグッドボタンをお願いします。そしてチャンネル登録も上に出しておきますのでよろしくお願いします。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。皆さんよかったら見てみてください。今回頼んだ通販サイトは概要欄に書いておきますので皆さんよかったら見てみてください。森ありでした。バイバーイ。